ワンパンチで試合が決するかもしれない、そんな対戦です。今日のセミファイナル、まずは赤コーナー、今画面の奥になりました白いトランクスが日本バンタム級4位の渡辺純一、角木三好ジムです。なんといっても KO 率が8割を超えます。18戦を戦って16勝のうち 13KO、 負けたのはたった2回しかありません。一方画面の左側ブルーのトランクスに白のラインが入っているのは競泳ジムの平丸正樹、こちらも14戦を戦いました。10勝 7KO2 敗2分け KO 率は7割を超えています。ちょっと今ローブローのバッティングの注意が与えられました。白いトランクスサウスポーの渡辺、そしてブルーのトランクスの平丸という対戦です。さあ沼田さん、今日はこの試合本当に一瞬で決まってしまうかもしれない、可能性はありますけどもね、ただですね、平丸選手というのはいわゆるその掴みどころのないような、ね、動きしてますから、はい、なかなかその渡辺としては的を絞れないんじゃないですかね。そうですか、はい、今もこの第1ラウンドからかなり足を使ってきますよね。そうですね、この渡辺なんですが、うん、このパンチの強さ、これは定評ありますね。左フックを、まあね、左ストレートでもその右フックでも、いっぱいパンチの、ね、破壊力はありますけどね、はい、まあどうなんでしょうね、新庄の頃から僕見て、まあ、これで何とか見てるんですけども、かなりその柔らかさ、柔軟性がね、体で出てきたんですよね。そうですか、柔軟性がなきゃやはりその先に当たれば倒せるけども、逆にその倒されるケースも多いということですからね、それでだいぶその柔軟性出てきたんですね。さあボディを狙っていきます平丸です。ブルーのトランクス競泳ジム、出てきたところ左、そして右を持ってきました渡辺です。渡辺のパンチどうですか、かなりスピードもありそうですね。ショートフック、スピードはね、ちょっとないんですけどもね、はい、ただそのパンチ力ありますよね、見てますとね、ドスンドスンという、ね、はい、音がしますよね。ここまでの13KO も非常に早いラウンドなんですね、第1ラウンド、第2ラウンド、あるいは第5ラウンド、せいぜい行って5ラウンドまでという展開が好的です。ボディを狙っていきます平丸です。かなりこの渡辺と平丸、その身長差が違いますから、はい、渡辺としてはその状態をね、起きないそのボクシングですよね、はい、右のフックを持ってきました平丸、今ちょっとその右をもらいました渡辺、止まるな、左のパンチを伸ばしていきました。左です平丸、かなりこの第1ラウンドからお互いの動き、沼田さんはどんな風にご覧になりますか。まあ、動きはですね、平丸選手ですけども、だいたいこのような、ね、動きをするボクシングですよね、はい、ただですね、渡辺なんですけど、前に出て手は出してるんですよ、ちょっとそのパンチの引きが遅いですよね。その時その左右フックね、打たれないようにした方がいいですよね、はい、第1ラウンド残り時間が間もなくなくなります。睨み合いの状態の中で第1ラウンドが終了しました。放送席沼田さんの採点は10対9、第1ラウンドは渡辺が1ポイントリードしています。新人王の予選でお互いに相手と対戦することを意識していたこの2人、結局平丸が早い時期に敗れてしまいまして、その対戦は実りませんでした。ようやく今日その対戦を迎えております。赤コーナー楠木三好ジム渡辺純一、青コーナー左サイド競泳ジムの平丸正樹です。お互いにこの試合を非常に楽しみにしていました。どんな結末を迎えるんでしょうか。白いトランクスサウスポーの渡辺純一、ブルーのトランクスが競泳ジムの平丸正樹です。お互いに KO 力が非常に あります。渡辺が8割1分の KO 率、平丸が7割を超えます。まあ、1ラウンドですか、はい、ポイント渡辺上げたんですけど、まあ、決してその平丸もその打ち負けしないような手を出したんですけど、はい、ただその打ち合ってもそのパンチ力の差がね、違うということでそのポイントに上げたんですけども、はい、やはりその辺は渡辺の方がパンチ力は上ですか。もう数段上ですよね、ただ平丸もですね、まあ、相手がそのパンチあるということでね、はい、1箇所でその止まって打たないで常にその角度を変えた攻撃してますね、これが作戦の一つだと思いますね。なるほど、確かにこの平丸は渡辺に対して相当この作戦を練ってきました。足を使っていきますブルーのトランクスの平丸、渡辺は前回の試合が初めてのバンタム級の王座決定戦タイトルマッチに臨みました。しかしここでなんと初めての KO 負けを喫しました。ダウンを奪ってノックアウト寸前まで追い詰めたんですが、逆に一発でダウンを喫しました。今日はこの試合そのダウン KO 負けの後の試合なので
今までより非常に緊張すると言っていましたが、お互いに非常に力のあるパンチが当たっています。ちょっと右です、ちょっとグラッときましたね、追いかけていく、ロープにドーンと当たりました。ここで一気にチャンスをつかむか、渡辺ちょっともつれるような形になりました。逆に平丸の反撃、接近戦からの連打です。さあこの辺りもお互いに見るということはないですね。まあそうですよね、2回復強烈な左フックを見せました。まあ、そうですよね、それほどそのスピードはないんですけども、まあ、ちょっと重いような感じですよね。はい、さあでもどうですか、平丸の方のダメージはどんな風に見えますか。ダメージはあまりないと思いますよ。そうですか、ただね、まともに打たすと決まっちゃうと思いますね。渡辺もほとんどの KO が2ラウンドまでの勝負です。その2ラウンド、ダウンを奪いました渡辺。平丸もなんとかかわしてはいきますが、非常に苦しい展開になってきました。まあ、ただですね、渡辺もやりづらいことはやりづらいんですよね。ちょこ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 その動かれますからね、はい、打つその的が絞れないということでね、ですから先ほどのワンパンチも本当に見事にその一瞬のチャンスを掴んだということですね。掴んだということでしょうね。ちょっと低い姿勢になりました平丸。そこは空振り。残り時間が10秒を切りました。このラウンド渡辺がダウンを奪いました。おお、渡辺も狙っていきます。お互いにパンチを出したところで第2ラウンドが終了しました。このラウンド渡辺純一、平丸雅樹からダウンを奪いました。第2ラウンド豪快な左フックでダウンを奪いました。赤コーナーの楠木三好ジム渡辺純一です。これですね、左の表頭ですね、ちょっとその服気味ですね、そうですね、しかしでもこれタイミングも良かったですね。良かったですね、決してそのスピードあるわけじゃないんですけども、パンチが重そうですよ、見てますとね。平丸もね、やっぱりこの渡辺のパンチ、パンチが硬そうだし、ガッツンガッツンというようなね、そんな感触のあるパンチだろうというような予想をしていました。まあ、あのダウンを奪われてそれほど大きなダメージというのは沼田さん、平丸の方には感じなかったですね。感じないですよね、しかしここも渡辺が出ていく、渡辺が出ていく、ロープを背にした苦しい状況になった。左フック、そしてさらに連打、細かいパンチを集めていく渡辺。バッティングの注意が与えられます、ね、まあ、平丸の方がちょっと、ね、背も低いですし、低い体勢になりますので頭が当たってしまう、そのあたりを注意されました。そうですね、どうしても低くからその上に、どうしてもそのさあこれは面白くなった。平丸が今度は反撃。いやいや、なかなかいい根性してますね、この平丸、初めての10回戦ですが、この平丸は何としてもこの渡辺を倒してランク入り、そして日本タイトルへという青写真を描いています。渡辺とは初の対戦ですが、この渡辺に対して秘策のパンチ、その新人王3年前の決定戦の時にすでに描いていたそのパンチが出るかどうか。左フック、グラッときている、ロープを背にしている、防戦になりました平丸。渡辺チャンス、リフティ、逆にショートパンチで反撃します平丸。いや、なかなか本当にいい根性してますよ ね、 そうですね、打たれてもその打ち返していく、はい、いい根性ですね、打たれた後必ず手を出してきますね、さあこれは非常にいい試合になりました。ただここまでダウンを奪っているのは渡辺の方です。やはりこれも細かいパンチを出していきます平丸です。平丸の方としてみますと、おっと、左ですね、この左効いたですね、左のストレートグーンと伸びました。ちょっとこれ足元張っている、左のアッパー渡辺、まあ、それでもね、いい打ち合いですよ、この試合、本当にお互いの闘志っていうのは十分出てますね、出てます出てます、今度は平丸が連打、細かいパンチで渡辺が応戦しています。平丸の左右のフック、右のフック、これを捉えた、逆に左を身を返しました渡辺。平丸のパンチもいいパンチ当たったんですけどね、まあ、ちょっとそのパンチがね、今右目の上をカットしました渡辺です。渡辺が右目の上をカットしました。どうしてもその平丸がその、ね、あの身長が低いということで、下からその上打つときですね、どうしてもその頭が上げちゃいますからね、その部分でどうしても頭が当たってしまうケースがこの試合出ております。お互いにレフェリーから今バッティングの注意が与えられたところですが、渡辺が右目の上をカットしました。
丸の右です、決して打ち負けしてないですよね、ダウンこそ奪われましたが、しかし手数でも負けてないですね、負けてないですね、はい、ただその打ち合ってもパンチ力の違いさというのは出てますけどね。おっと、任せに大きくバランスを崩しました平丸、残り時間が10秒を切りました。この第3ラウンド、第3ラウンドのゴングが鳴りました。第3ラウンドがこの時点で終了しました。闘志むき出しの激しい打ち合いになっています。今日のセミファイナル、55キロの契約ウェイトの10回戦スーパーバンタム級です。右側赤コーナーが楠木妙志ジムの渡辺純一、日本バンタム級4位、画面左側競泳ジムの平丸雅樹、お互いに KO 率が渡辺8割、平丸が7割を超えるパンチの持ち主です。さあこれからいよいよ試合は中盤第4ラウンドに入ります。沼田さん、ここまで第1ラウンドから、まあ、渡辺ペースで試合は進んでいますが、2回のダウン、まあ、第2ラウンドに渡辺がダウンを奪って第3ラウンドにもぐらつかせましたね、はい、まあ、ここで渡辺はちょっとそのスピードがないわけですよね、スピードがない分ですね、パンチがドスンパンチなわけですよ、パンチが切れないわけですよね、もう少しそのスピードのあるパンチを打ってもらいたいですよね、はい、平丸の反撃です。平丸の反撃、足を止めて打ち合いになりました。渡辺が前に出る。これで平丸は本当にパンチあれば危ないですよ、渡辺ガードも甘いし、顎も上がりますからね、はい、渡辺もパンチはあるんですが、打たれた時のもろさというのも持ってるんですかね。あとはこれはちょっとバランスを崩しました。そこを攻め込んでいきます。渡辺赤コーナーに追い詰めました。渡辺、まあ、平丸の方としてみますと、渡辺のこれまでの試合を見ますとね、だいたい第5ラウンドまでで決着がついているんで、第5ラウンド以降に持ち込めば勝利のチャンスは十分にあるというふうに読んでいるようですが、まあ、そうですね、そのためにはですね、無駄なパンチをそのもらわないで、はい、とにかくその、まあ、できればもう少し距離をね、今さえやっぱってですね、距離もっとその詰めてですね、接近戦持っていった方がですね、戦いやすいと思いますけどね、ちょっと足につまずいた形になりました、平丸です。そのまあ、終盤あるいは中盤から後半に持ち込むためにも、平丸の方としてはやはりボディ攻撃が中心というふうな組み立てになった方がいいんでしょうか。まあ、できればね、そうした方が理想的なんですけども、やりをもらいます。ただそのパンチ力の違いでどうしてもそのボディ打つか勇気はいますから、まあ、そこはその渡辺に左ストレート、右フックですね、はい、顔面に打たれると怖さありますよね。そうですね、まあ、そう言ってもね、自分のね思った通りはそのボクシングはできないと思いますね。この辺りも足を使っていきます、平丸です。左右のパンチが当たりました。渡辺、もう本当に見てますと渡辺のパンチ力の、ね、差だけですよ、これポイントにつながってのは。あとはほとんどこの投手にしても動きにしても高津にしてもお互いに互角ですよね。まあ、そうですね、平丸の方がですね、はい、互角以上なその戦いですね、根拠してますよ、はい。さあここは渡辺がチャンスをつかむのか。左右のパンチ、顔面を捉えました。そしてボディからさらに顔面へ反撃します。左です、平丸、今の危なかったですね。危なかったですね。まともに食っていたらあわやという場面でした。渡辺左、右から左、ショートアッパーを持っていきました。あ、レフェリーが止めました。レフェリーの浅尾さんが止めました。まあこれ以上ね、やらしても危険性があるということでね、はい、まあ、妥当な判断でしょうね、はい。まあ、ちょっと今防戦一方というような形になりまして、後ろに下がったところ渡辺のパンチをまとめてもらってしまいました平丸雅樹。第4ラウンドでノックアウト、テクニカルノックアウトということになりました。楠木三好ジムの渡辺純一が第4ラウンドテクニカルノックアウト、2分51秒で勝利を収めました。